ンポン。なあだ、なんで葵は毎回ずっと伸ばしっぱなしなんや。だって顔立つの恥ずかしいし。え、可愛いのにもったいないな。私はお姉ちゃんみたいに堂々とできないし、人前苦手だし、友達いないし、引きこもりのオタクだし、可愛くないし。ネガティブ。いやいや、うちら双子やろ。うちが可愛いんやから葵も可愛いに決まっとるやん。いや、そもそもお姉ちゃんが可愛いかって言われるとそこまで。なあ、そこまで、そこまで、そこまで。うち超絶可愛いんやろうな。可愛いと思うよ。帰れ。お前とは話してないです。なんだとこの可愛い子ちゃんね。お前本当に不明な。箱根が可愛いかどうかはどうでもいいんです。はあ、重要なのは、私が世界一可愛いってことなんですよ。おい。なんやお前、じゃあ勝負するか。望むところですよ。お前ら喧嘩すんなよ。スイナちゃんもなんか言ってやりーな。可愛い女の子、最高勝負ですね。なんか際立ててる。可愛い女の子は、年っ子天然で好き変わる。演じて。ああ、遅刻遅刻。やだ、靴と間違えてスリッパで出てきちゃった。ドジっ子やな。ああ、遅刻遅刻。やだ、髪飛びとスリッパ間違えちゃった。おかしくね。そうだよね。メガネ忘れるのはやりすぎました。そこじゃねえわ、バカだれ。可愛い女の子は、甘え上手。演じて。ねえねえ、容量買って、この容量買って。ねえ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 。子供か、趣味が早すぎる。ねえ、買って欲しいものがあるの。うん、うん、どうしても欲しいの。ムシュラの仮面。怖すぎるわ、バカ野郎。スリッパ増えてる。可愛い女の子は、褒められた時の恥じらいが可愛い。演じて。あかねちゃんは可愛いな。それな。恥じらいを見せろや。ゆかりちゃんは可愛いな。それな。ムジュラの仮面買ってんじゃねえ。てかそれつけてると表情見えないから照れてるかわからないやろうが。それでも可愛さが爆発しちゃうのが先生のすごい。使えない道具はただのゴミでしかない。この者の役目はもう終わった。なんかやってられてるっぽい。目覚ませ。あふっ、痛かった。スリッパ増えすぎ。ピンポン。可愛い女の子は、年っ子天然で好きがある。演じて。ああ、遅刻遅刻。やだ、靴と間違えてスリッパで出てきちゃった。ドジっ子やな。ああ、遅刻遅刻。やだ。いいな。帰ろ。前髪、切ろうかな。ただいま。なあなあ、聞いてや、おい、ただ、何急に入ってきてんの。アホアホアホ。ごめん、ボケボケだすわ、アホなすび。言いすぎやぞ。妹の様子がおかしい。妹？帰れ。か、え、むか、あ、おお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 かしいわ。ね、妹の様子がおかしいとは？いや、実は最近妹の元気がなくてな。あ、ちなみに妹はこの子な。そういえば、この子ちょこちょこ見かけたことあるな。確かに。あれ？ゆかりちゃんもあんま知らんの？ああ、妹は昔からおうち大好き、ゲーム漫画アニメっ子なんで、基本的に外に遊びに行くのはうちだけやったんや。だから、ゆかりと妹は面識ない。へえ、あと人見知りやな。宴会としたらすぐ相手の視界から消えようとするから、なかなか認識できなかったりする。君の妹ユーマかなんかな？まあ何にしても、うちは妹に元気になってほしいんや。なるほど。そもそもなんで元気がないのかわからんと動きようがないな。せやな。まるるっ欲しいですね。とりあえず話してみればいいんですよ。まあ、一理ある。でもうちは妹の失言率、父の子何だしな。どんなレアキャラやな。まあまあ、任せてくださいよ。この私が染め旗脱ぎましょう。お前の鼻どうなっとんねん。お前うちの妹バカにしてんのか？あ？ジョーク、ジョークです。どうやら一発芝居たらなあかんな。待って待って。何なんですか？ちゃんとバナナから妹さんが大好きなゲームに変えたじゃないですか。トラップ自体を変えろっつってんだよ。しかもそれ超絶クソゲーじゃねえか。誰がクソゲーオブザイヤー大賞のラストリベリオン星何年しばくぞ。じゃあメシャーもつけますよ。ザケンのクソゲーばっかじゃねえか。もっとまとものゲーム持って。今回のリベリオンじゃ。葵さん、ピンポン。家に捕まえたぜ。くへへ、どうしてくれようかね。くへへへ、あわわわわ、怖がらせてんじゃねえ。うちのアホがごめん。葵最近元気ないやん。うちがバシッと解決したるからバシッと教えてえな。ほれ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 。ウェイウェイ、デリカシー。ごめんな、お姉ちゃんもちょっとあれやったな。そんな時はほら、この子と話してみ。うん、きっと楽しくおしゃべりできるで。ではどうぞ。すみません、すみません。ええ、お構いなく、お構いなく。ごめん、うちが悪かった。ちょっとハードル高かったな。葵ちゃんはあれか？ゲーム好きなんか？はい。ええな、ちなみにどんなのやるんや？PC ゲームとか。え、やってるタイトルとか教えてえな。有名なやつだと、フォートナイトとか、エイペックスとか、デドバイとかやります。お、うちもエイペックスとデドバイならやるで。ほんとですか？ああ、今度一緒にやろうや。はい。お、いい笑顔や。え、嫌な、葵ちゃんのお姉ちゃんが妹元気ないって心配してたんや。うちでよければ相談に乗るで。前髪。切ろうかなって。前髪？暗く見えるかなって。ふむ。ではみんな前髪伸ばしましょう。なんでだよ。葵ちゃんの気持ちを理解するためには必要なことですよ。ほら、みんなスタンバイ。妹のためならしゃあないな。了解です。あかりちゃん審査員ね。その役どころいる？いきますよ。せーの、ドン。判定をなさす。何をどのように？これでみんな同じだね。脳の全てが違えだろ。じゃあ次は逆に前髪上げていきましょう。いや、私は恥ずかしいので。まあまあ、葵ちゃんはうちがセットしてあげるから。じゃあ、一回だけ。イエーイ！やったぜ。
いい加減その髪の毛うざいなお前。じゃあ行くで。正解、じゃじゃん。あ、逃げた。おい、星が逃げたぞ。おい、お手柔らかにな。ピンポン。うん、このチャンネルも王女隊になってきたな。そうでもなくないですか。めちゃめちゃいるだろうが、後ろ見ろが語れ。こいつ誰だよ。いやな、あかねちゃんとあおいちゃんが来て、このチャンネルも賑やかになってきたやんか。ふむふむ。だからちゃんと役割分担して活動していかないと、面白い動画なんて作れんで。確かにな。今真面目な話してるんですけど。うん、大丈夫です、真面目にやります。さあで、じゃああかねちゃんとあおいちゃん呼ぶか。ついなちゃん、お呼びでしょうか。二人を呼んできてくれるか。よっしゃ、ごにょごにょパンのよろしくです。受けたまわりこ。うわうっさ。レッツゴー。ウェイ。大丈夫やるか。お疲れ様。整列。はい、君たちにはまず自分の役割を認識してもらいます。自分がボケかツッコミか、一人ずつ言っていきます。いくで、ツッコミです。ボケ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 かな。ボケの比率高すぎ。ツッコミです。お前はナチュラルボケなんだよ、無理すんな。ふっふ、しゃあないな。この中なら一番うちがツッコミに適任やろ。任せとき。お姉ちゃんのボケとかは違うよ。てめえら。あかねちゃん。おう、あんたならうちがツッコミできると思うやろ。うちがツッコミ頑張るから。なんか参加されてる。できるできる、うちならできる。松岡修造。はい、そこまで言うなら仕方ないですね。え、ツッコミかできる。それを次回証明しなさい。どん、次回。バカね。ツッコミできなくて泣く。おい、もうタイトルで落ちてんじゃねえか。てめえふざけんな。